にちは、現代の物語久美子とまこです。今日はですね、こちらしずなみのしずなみサーフスタジアムに来ました。一般社団法人ユニバさんがやるしずなみのパラフサーフィンフェスに参加をしております。ここは人工で波が出てくる施設で、ここで、一応サーフィン、今日は午前中パラサーフィンの大会が行われて、午後から体験会ということで、人生初のサーフィン、パラサーフィンをやっていこうと思います。腹ばいで多分乗るけど、まずどうやって乗るのかがわからないで、どう波に乗るかも知らないけど、とりあえず、波に乗ってるなみたいなところまでできるように頑張りたいと思います。いけると思います。はい、では楽しみます。ありがとうございました。今回の体験会を主催いただいている午前の大会が終わって、午後からはいよいよ体験会になります。こんな風にみんな一人一人乗り移ってプールの中に入っていきます。おさん、いってらっしゃい。頑張ってよ。頑張って。わあ、水が。水が違います。頑張みんな一気にボードには乗れないので、順番待ちをしている間はこんな風に波に揺られるのを楽しんでます。いろんな障害を持った子どもから大人まで、こんな風にみんなが波乗りを楽しんでました。自分でパドルを漕ぐ、手で漕ぐっていうことはせずに、まずは押してもらって波に乗ってる感覚を楽しんでました。頑張れ。いよいよ私の出番です。一応下半身麻痺の人用のボードはこんな風に普通のボードの両サイドにポールをつけて、足が落ちないようにしています。波に乗るタイミングは押してくれるのでいいんですが、あとは自分でボードを操るっていうことをやってくださいねって言われてます。ボードの先を浮かしておかないと水の中にズコって刺さっちゃって、うまく波に乗れないので、そこが初めは難しかったですね。
こんな風に海の中に落ちても救命胴衣をつけてるので泳げない私たちですが、全然不安なく波乗りできました。計3回乗ったんですけど、もう3回目も2回目も3回目もまあ素晴らしい。ほら乗れてる、めっちゃ乗れてる。もうどん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 行くから、もう無理やりみんなから止められていくっていう感じでしたね。で、3回目はちょっとカーブを描きながら、まっすぐじゃなくて、はい、左とか右とかで、あと積損用じゃなく後ろ普通のボードに乗ってみました。ということでパラサーフィン体験が終わりました。どうでしたか、見てて。いや、すごかったですね。乗れてました。みんな乗れてたし、孫さんも完璧、うん、かわいくなった、もう手しましょーん。いや、楽しかった。でもまあ今度は海でやってみたい感はすごいあるね。なんかこうもっとこうやりたい、振ってね。あ、振りたい。なんかやっぱ人工の波とかだとでき難しいんだって、うん、だから今度はこうできるように頑張ります。ただ青い海がいいです。青い海がね。はい、ということで、はい、また次回、来年あるのかな、まあ、2回目もあると思うので、ぜひその時皆さん参加してください。はい、じゃあこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。